あら、美味しそう、もうこれ。どうも、レンさん、チョリですということでですね、今回はですね、僕ももういい感じにいいジャンプになってきたというところで、がっつりしたものが食べたいなと私は思ったんですよ。で、がっつりしつつも今のこの季節に一番合うようなやつ、それってやっぱりね、煮込みうどんじゃないかなと私は思ったんです次第でございます。そしてですね、その煮込みうどん、でもこれバズレシピですよ。でもバズレシピ、ただの煮込みうどんでは面白くありませんね。ということでですね、私が今回作るのはですね、ピザ煮込みうどんでございます。ということで、まずね、このピザ煮込みうどんっていうのを今回やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、じゃあね、材料紹介いきたいと思います。まずですね、今回はピザ風のうどんなんで、まあ、うどんを使います。うどん、冷凍うどん、僕ね、いつも冷凍うどん使ってる、冷凍うどん1玉ですね。あとお野菜ね、ピザっていうぐらいなんで、まあ、やっぱハムね、ハム4枚たっぷり入れます。玉ねぎ、アリアンが、1/8、まあ、30g ぐらいですね。ピーマンが1個です。はい、で、ガーリックが、まあ、これ半分ぐらいかな、はい、半かけぐらい、おろしたやつです。チーズが 40g、 あとベジタブルジュースです。はい、ベジタブルジュースが 250cc、 トマトジュースじゃないんですよ。トマトジュースだと酸味が立ってるんですけど、野菜ジュースの場合はまろやかさ、ね、甘みがね加わってるんで、こう人参の甘みとかね、キャベツとかブロッコリーとかの甘みが加わってるんで、野菜ジュース使ってます。これ、あと食塩無添加のやつね、ちょっと今回何もなかったけど、こう出るもんで使ってるんですけども、別に何でもいいです。甘くない野菜ジュース、はい、以上。じゃあですね、これからですね、ピザ煮込みうどんっていうね、うどんを作っていくんですけども、やっぱり、ね、うどん料理を作る上で一番大事なことって皆さん何か分かりますか？やっぱり、ね、うどんってやっぱりね、私たち日本人なので、やっぱね、ずーってすすって食べるもんじゃないですか。ここでやっぱ問題になってくるのが、すするのが苦手な方もいらっしゃいますよね。なので、今回ですね、うどんをすするのに最適なトレーニング用品を持ってきました。こちらでございます。すする TV ということで、皆さん、すする練習を僕と一緒にしましょう。乾杯。うめえ。やっぱすするとうめえよ、ハイボールも。ということで、皆さん、すすりながら、すする練習しながらやっていきましょう。まずね、材料をカットしていきます。玉ねぎをね、スライシングしていきます。まあ、これはね、薄くスライスで、で、玉ねぎが入ると甘みと風味が増しますね。あと食感も増しますんで、ハムなんですけども、ハムはね、こんな感じで細めに切っていいんじゃないかな。ハム結構ありますね。まあでも、ね、ハムはね、肉だから、肉はあればあるほど美味しいですから。で、やっぱり、ね、ピザなんで、ピーマンもまあこうやってヘタを切って輪切りにしたいんで、こうやって薄切りにしていきます。この方がね、ピザっぽいじゃないですか。輪切りがちょっと難しいなって方は、半月切りでも、ね、半分に切ってから、スライスしていただいてもいいです。ちょっと酔っ払っててトランスモードに入ってるから、包丁さばきが良くなってきましたね。そしてですね、ニンニクね、まあ削ぎ落として、もうこれ後でするんでね、皮だけ剥いといてください。これだけで結構です。うどんなんですけども、これね、うどんはこのまま鍋に入れてもいいんですけども、解凍しておいた方が扱いやすいんで、これね、電子レンジで3、4分、またはまあ下茹でしといてもいいです。じゃあ煮込みの段階に入っていきます。じゃあですね、今回スキレットでやるんですけども、まあ鍋とかでも大丈夫です。火かけて、で、野菜ジュース、甘くないやつね、 250cc で、野菜ジュース入れます。ここに 250cc、 もうたっぷりね。で、ここにオリーブオイル大さじ1で、コンソメです、小さじ1と半分です。で、ここにね、もうお野菜も入れちゃう。玉ねぎ、ハムは入れちゃう。もうね、香ばしさはガーリックで出すので炒めません。これお塩、まあ、お塩は好みでいいです。もうパラッと、はい、弱中火ぐらいにして、ちょっと煮詰めることによってまた酸味が飛んでいきますんでね。で、黒胡椒、これもスパイシーなのが好きな方いっぱい入れてください。まあ、僕は思ったより2倍ぐらい入れます。
そしておろしニンニクですね。おろしニンニクね、今半かけ分入れましたけども、この野菜ジュースにニンニク入れるとすっごくピザソースっぽい色が出るんです。で、沸きましたね、これね。沸いたらですよ、冷凍うどんね、これを具にします。あら、美味しそう。もうこれ、もうこの時点でうまい。で、ここでね、ちょっとね、煮込むんですけど、で、この時点で、ピーマン。ピーマンね。これピザに欠かせないピーマンね。ここも入れちゃいます。はい。で、ピーマンはね、香りが重要なので、最初に煮込まずに、後から入れる感じで。煮込み中火ね。1、2分煮込みましょうか。まあ、今、1、2分煮込んだんですけども、1、2分煮込んで、ピーマンがちょっと柔らかくなってきたかなっていうところに、このチーズ、ドーン！これ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 。これよ、これ。で、あとはね、なんかまあこれスキレットでそのまま食べれるんだけど、あのチーズが溶けるまでね、ちょっとさ軽く蓋してチーズをとろけさせて、じゃあチーズがとろけるまでちょっと煮込んで、もう数分煮込みましたかね。ちょっと でここでセイリをかけて、あーらー、ちょっとオイオリーブしていいですか。オイオリーブをちょっとね。はい、ペッパーも少しかけます。あ、完璧だ。こちらですするタイプのピザ、ピザ煮込みうどん完成です。じゃあですね、こちらできました。食べていただきます。いただきます。ハイボールですね。はい、じゃあいただきたいと思います。このチーズトロトロで、もうピザソースもトロトロ、これいただきます。皆さん、いただきます。あ、うま、これ。全く酸味ないですね。野菜ジュースを使ってるからですね、これね。このチーズの濃厚さがいいね。やっぱね、トマトジュースだとちょっと酸味が立ってピザソースっぽくない、なくなるんですけど、野菜ジュースだとポイントはこれ、冬に食べて、これは、あ、そして味変カンフージェネレーション。あまりにも僕がタバスコを使いすぎて、大きいタバスコが送られてきたんだよね。やっぱね、ピザにはねタバスコでしょ、皆さん。飲めるね、これね。マジモンのうまさですよ。うどんで飲める。こちら本当美味しいです。ぜひやってみてください。これをすることにより、なんとハイボールとのシンクロ率は、85% から 120% になるのだ。